はい。はいはい 1992年に北海道大学大学院理学研究科地球惑星物理学専攻の助教授として着任されましたその後1995年には東京大学に任されて海洋研究所海洋研究所海洋科学国際共同研究センター 法制度化に向けた深海暖流強度のグローバルな空間の解明というのを非常に精力的に行っています。それと同時に海洋氷層混合層モデルの構成とか。また沿岸におけるえ。福井。 いくつかの賞賞を受賞されております1989年には日本海洋学会岡田賞2008年には日本海洋学大賞を受賞されておりますしまた論文賞としていくつか複数の論文賞を受賞されておりますこのような研究だけではなくて学会関係 地球惑星科学委員会、海洋 g g 文化会、薬草省委員会委員長、地球惑星科学委員会、スコーハー文化会の副委員長、はいえー、さらに学、はい、会関係では日本海洋学会長の団連て参加、はいただきましたし、日、え、本、ー、地球惑星科学連合の理事。 国際的には国際役層。 受けの内容は はい、ますも先生ありがとうございました。あの聞こえてるでしょうか。大丈夫ですか。はい、あの日比谷でございます。で本日はあのえっと私の最終講義に合わせてこのような盛大な研究会を行っていただいて、えー、心から御礼申し上げます。それからあの天気も悪い中このようなたくさんの方々にまた、えー、たくさんの先生方、それからあの友人の皆様。 学生の皆さんにお集まりいただき、あの本当にありがたく思っています。またこのあの小芝ホールへのあの入場制限もありまして、このような方も含めてあの多くの方にオンライン視聴いただいているとお聞きしました。心から感謝いたします。でこのあの最終講義ではあの私の若い時から現在に至るまでこれまでの研究を振り返ってご紹介するとともに。 さまざまな研究を行ってきた中でも、まあ、特に力を入れてきたあの深海乱流の,、まあ、あの発生機構研究成果ですねそれに対する研究成果のご紹介させていただければと思っていますあのタイトルはここように月と海底地形が織り成す深海乱流の世界ということであのさせて言いますあのここに月がありますでこれれでで撮った写真ですけれども えっとまあ、あの太陽の真ん中でこんなに月光が明るいのかなと感心して撮った一枚だったと記憶しています。<れ> 私は1980年、地球、理学部の地球惑星物理学科、これの前身になります、地球物理学科を卒業して、大学院はこの地震研究所の梶浦研究室に入りました。地震研究所といっても、梶浦先生は非常に海洋物理学の理論分野の大家でございまして、 私は面接大学院の面接では海洋物理をやりたいという宣言をして地球地震研究所に入りました、えー、と梶浦先生は、えー、学生を受け入れないことで有名な先生で、えー、と生涯をかけて確か3人か4人の学生を取ったのみだったと思います、えー、とそして、えー、家庭博士ですね家庭博士は 実は私だけということで今でも梶浦先生が排出した唯一の家庭博士ということで一つの自慢になっています。で梶浦先生に早速お会いして終始で何をやろうかということで相談しましたところこのアビきというのは皆さん1月のトンガ噴火で空振で発生した気象津波というのを聞いて その時に、あの浴びきに似ているということで聞いたことがある方はいらっしゃると思いますけれども、このあびきですね、これをやってみたらどうかと、この気候をやってみたらどうかと、これはあの九州西部沿岸域の湾内で起こる周期が数十分程度の水位の大きな振動であると、この大きな水位振動に伴って、網を引くような速さの流れが伴う、これによって例えば漁船のモヤジのが取れてしまって、漂流が始まるとか、この網引き。 がなまってきとと呼ばれたというようよししでこのような、まあ、九州海岸線がかなりあの複雑になってますからこういうところでいろいろ起こるけれども、まあ、そのうちでも、えー、と特にこの長崎湾でかなり大きなあびきが起こるということで実際にですね1980年にわくですけれどもその前の年にこれ長崎県庁上で取った記録ですけれども全身幅が278センチに及ぶあの県庁所であの 湾の中腹、あの真ん中、あのハーフウェイです、ね、のところにあるう県庁所でこれぐらい、湾奥ではもう4メートルから5メートル行ってたと思いますけれども、これ、ちょうどですね、えー、と昭和54年と、1979年になりますかね、3月31日に起こったと、前の年に起こったということで、これを題材にして、まあびきの、まあやこつそそ発生機構はよく分からなかったあびきの発生機構やったらどうかという話になりました。 よく聞く聞この潮の満ち引き大きな振動がこれ主振動と言われるのでこれに重なるこのような周期これ35分ぐらいになりますけれどもこれがあの副振動と呼ばれるやつですね。<coughs> ここのの史上最大規模の浴びきが起こったとで早速いろんなところであの県庁図を集めたりとかあの県庁記録を集めたりとか調べてみると過去のほとんどの間びき の発生に伴って実は一つだけ、えーまあ、得意なことが分かりましたえこのようなですねこれ目島東大での記録ですけども、えー、この間びきの発生と相前後して、えー、このような大気圧の微気圧変動の変動がどうもこう伝わってるらしいとでこれはの、えー、と15分ぐらいで3ミリ3ヘクトパスカルぐらい上がっていますこれはのいわば大気圧気圧のしゃっくりみたいなものですねりんごりと変わるんじゃなくてしゃっくり でこういうものがどうも西から東に伝播していたというようなことがどうも確かこの時の間びきに対してもやはり色を集めてみるとこういうものが伝播していたことが分かりました、まあ、いろんなところで、まあ、あの記録を集めてみると、えー、この間びきの場合も、えー、東北東に5.6度ほぼ東の方向に速度が30秒速31メートル時速で直しますとだいたい時速100キロで西から東に伝播していたということが分かりました。それで あの当時あのコンピューター使うようになってましたのでこのような気圧上乱を西から東に走らせてそうするとこのカラーで示した、まあ、海洋波がその下でだんだん大きくなっていってこ西海岸に入社してきてあとはもう反射干渉を繰り返すというようなが結果が得られました。でこれがあの結果得られたですねあの数シミュレーションの結果で、まあ、長崎の県庁所でそれからあの 沖合の島ですね江東列島にある福江という福江の県庁所での記録と、まあ、この数値ミュレーションの結果が実践で書いてあります。それからあの県庁記録から副振動だけ抜き出したのがこの点々ですね。まあ、両者ともに振幅位相ともまあよく合ってるので、まあ、厳しい梶浦先生もこの数値モデルの結果だったらよろしいでしょうということで。 この計算結果を解析することにいたしました。であのえっと。東シナ海ですね。この気圧波が伝わってきた東シナ海を見ますと。えここにはあの広大な。五百キロか六百キロにわたる。えっと広大な。大陸棚があります。で、この大陸棚の水深が百メートルと。かなり平均水深百メートルと浅い。大陸棚が広がっています。で、この上を。 時速100キロぐらいで大気圧、気圧、微気圧変動が走るんですが、その下に当然、海洋波は何らかの形で冷気されますが、これが伝わっていくと、でこの伝わるスピードは、まあ、水深だけによると、よく言うと、ルート GHG を16加速度とすると、それで計算しますと、まあ、100メートル水深だと、やはりこれ、何の因果か。 30メートルパー秒速30メートル時速100キロぐらいでやはり伝わるということでこの両者がつかず離れず一緒に伝播していくことでだん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 とこう大きくなっていってですね、えーとまあ、大陸弾が終わる頃にはガクッと深くなりますからこの海洋波が前に出ていってでこれがあの九州の方に入社してくるということが分かりました。 でいろいろとやってみると今の広大な大陸棚での気圧波と海洋との相互作用によって直接の降下、まあ、3ヘクトパスコアぐらいの水位変動を生むような大気帳なんですけども実は一緒に走ることによって約1 0センチぐらいまで 大陸弾が終わる頃には1 0ンチぐらいまでの増幅が行われるということでこの東シ,シナ海大陸棚上での微気圧上乱と海洋調波との共鳴的カップリングによって約3倍程度の増幅が起こるとでこれが入ってきて、まあ、長崎県に入ってくるとこれは奥に向かって狭く浅くそういう狭いところに入ってきますのでその地形的増幅化だけで約2.5倍の増幅が起こるそれから湾奥にぶつかって跳ね返ってくる波と入射が重なりますので これ2倍それから面白かったのはえこの、えー、入ってくる海洋の波がこの九州の西海岸にぶつかって、えーまあ、西に跳ね返るわけですけどもこの跳ね返っかえた波が実はこの五島列島がまたつっかい棒になって東に跳ね返すとでこの跳ね返す周期が約35分で跳ね返っかえてくるということで長崎湾で揺れやすい35分の周期でこの 五島列島と長崎の間でいわば海洋調波のピンポンが行われるピンポンですねで行われることで約この共鳴増幅で3倍程度の増幅が行われるということこれらが次々と加わさる3倍2.5倍2倍3倍ということで合計約50倍程度の増幅が行われるということが定量的に分かりましたそうするとまあ3ヘクトパスカルの直接効果しかないんですけれども最終的に長崎の湾の中では 全身腹が300 3 0 0トル3ートルいに及ぶ間びきが発生したということが分かりました。で、えー、っとこれを、えーまあ、論文を書いてですね、えー、発表したところ、えーっとまあ、この朝日新聞ですねもう古い時代1982年の1月5日の全国版に、えー、と取り上げていただいてどこかで、えー、書いてますけれども人権の大学院生24歳が。 えー、捉えたざわびきの正体ということで、まあ、これ原業を中心にしてかなり反響が大きくてあの本当に嬉しいような経験をしましたで、えー、と何人分これちょうど40年ぐらい前でもうあの過去のものだと思っていたら、えー、この間ですねあのトンガの火山噴火であの空振というのが出ましたあれも大気の波ですけれどもラムハーと呼う波ですけれどもそれによってどうも気象津波が起こったらしいと。 でその気候というか発生気候というか振る舞いがどうもこの、えー、九州西海に伝わっているあびきに、えー、かなり類似しているということで再びこのあびきがリバイバルですね、えー、っと再びこう取り上げていただいたとこの写真実は1979年の被害の様子ですけども、えー、このような、えー、新聞で再び取り上げていただいたと。でもう一つあの、えー、っとこの別釣りができて っとくぐ、まあ、りついたなというところで、えー、とそれまでですね1950年代に長崎海洋気象台で勤務していてあびきのメカニズムの解明のために、まあ、アナログ電子回路を開発していたあの石黒さんという方にあの、まあ、元あの気象庁に勤めた方ですね、えー、とこの研究成果を送って丁重な手紙をいただきましたで、えー、ここまであびきが解明されて嬉しいと。で実は自分の息子 子がです、ね、息子さんが私と同じぐらいの年で今文学にそしんでいるというようなことも書いてありましたでなんとその35年後にありますかね、えー、とノーベル文学賞を取られた石黒、えー、和夫さんがその石黒さんの息子さんだったということを知って後で、えー、とで非常に驚きました、まあ、こんなようなエピソードもあった「あびきの研究」でしたであの非常に幸運にもですねこの「あびきの研究」が えー、ほぼ1年ぐらいで終了してしまいましたので収縮過程のあとの1年をどうしようかということで再び、えー、梶原先生と、えー議論あのまあ、相談したところ、えー、っと九州がお好きな方だったかもしれませんが間引きとともにその九州の天草などは後藤灘に伝わる海洋現象で不帯状というのがあるとでこれはあの流れが上層と下層でこでねじれていると。でそうするとあの 漁師が網を入入れててもなななか入っていかかっいい場合によってはこうねじれた流れによって漁網が切れてしまうというようなこう被害もあるんだと、まあ、こういうようなこの二重の発生機構についてやってみたらどうかという話も聞きましたでこれはもう当時でもおそらく深幅の大きな海洋内部波の存在によるものと推察されていました内部が伝わってくると上と下でこう流れがその逆さまになるとかそういうことを知られてましたので。 で特にあの九州の西沿岸域ではこの海底地形がかなり凸凹ココしてますし強い潮流がありますので、えー、当然これ一番ありるな内部潮汐化潮汐周期を持った内部化がそこにあるんだろうということで、まあ、この帯重の研究とともにこのの内部潮汐の、えー、研究を始めました、えー、特に潮流でもですねあの強い潮流ですね、えー、っとそれとこういう海底地形との相互作用 を調べてみてみこれもあの、えっと、ちょっと数学にあの少し自信があったのであのあまコンピューター使わずにこれはあの解析的に行うとあの数式だけで行うということをやってみましたそうするとちょっと上がの潮流ですけどもこの東にえいやいやあの右方向に潮流が大きくなるときにこの左方向に伝播しようとする波が押さえつけられるとちょっともう一回待たなきゃいけないですけれども えっとそうすると、えー、これ今左方向に流れが長汐流がありますけれども、えー、これがだんだんだんと転流して東側にこうだん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 流れが強くなってくると自分の行きたい方向にあこれですねこれ今できて一番行きたい方向に行けなくなって、えー、っと押し流されるわけですねちょっとこう、えー、っと右方向に。 ゆっくくりとこう海底地形上を押し流されていくその時にこの海底地形上でまあどん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 とこの方針ーシングを受けるとそれからまた減速時になるとあの自分の行きたい方向に行くようになりますからこのまたゆっくりとこの海底地形上をこうなんか伝播していくとこのように調積量の加速時とここの時ですねそれから減速時に減速 えと海底地形上にほぼとどまるようにしてこの内部波の効果的な増加が起こるということも、えー、分かりました。でこの潮積流が、えっと、もっと強くなってしまうとこの加速時に効果的にできた波が、えー、と下流に流されすぎてしまって減速時にできた波とあまり重なり合わなくなるということで。 これ、えー、と実は線形モデルなんですけれども、えー、と出来上がる波は、えー、二山二谷になってむしろ重なり合わなくなる分箱がだんだんちっちゃくなってくるというようなことも分かりました。でま、えー、とめますとこの潮流が小さいあの弱い時には、まあ、既存これよく知られている制限範囲になりますそれからだん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 と潮石流が強くなるとこのパケット状になってくるとでこれから加速にできた波と観測の波が実は重なっているということそれから もっと潮積流が強くなると加速にできた波と減速にできた波が重なり合わないで二山二谷になるとかそういうことも全てあの数式の,あの解として出てくるようになりました。でこれが出てくるともうこれいろんなところに応用適用できてまあいろんなところに適用して論文書いてきましたけど例えばその時にあのジブラルタルエクスパリメントというのがありましてこれスペインとモロッコの間のこのジブラルタ海峡。 これ一つ面白いことがあってあのここにスペースシャトルで撮った写真がありますけれどもこのような表面の縞筋ですねでこれは実は言うとあのソリトンの破裂、えっと、この下にある大きな内部波の分裂によって起こったソリトンの配列の一個一個に対応してこの縞筋が出るんですがこのような箱の大きな内部波による,ると思われるソリトン破裂がの破裂が 地中海側だけにできて大西洋側にはできないという一、まあ、つの謎が先ほどのモデルを適用することで非常に説明できたというようなこともありました。というわけでこの7部定石の話になって、まあ、あのバロトロピックからバロクニックの,あの現象の,、えーまあ、の研究に移っていったわけですけれども、えー、っと今後ですねそれからどのようにしてこうロングターンのの 研究につなげていくかということで少し研究課題を模索していただくきに見つけたのが今日の話の主題になりますかもしれないですけどもこの深層海洋大循環ですこれは皆さんもご存知のように北大西洋それから南極海ですね南大,南大洋の方でここで強烈に冷やされた冷却された塩分の濃い水が深海に潜り込んで約2000年の歳月を経て電気をめぐって またインド洋とか太平洋北太平洋でこう表層に湧き上がってまた元の深層水形成域に入ってくるという直循環ですでこの延濃 <coughs> 循環を模式的に表した図ですけどもこのように冷却された深層水これが約1秒に2,000万トンぐらいとされてますけどもこれが 結局は表層に上げてしまわないとこの深層循環、えー、延直循環ですねこれを定常的に維持することできませんでどうして上に上げているのかというところに実はここにある潮石流と海底チケットのインタラクション内部潮石ができるというのが実は絡んでいるんだとでこの内部潮石が、えー、と実は乱流を生んでこの乱流の渦が表層からの熱を下に伝えて えっと浸層水を温めて浮力を与えて上に上げるでこの上に上がった水が、えー、元の浸層水形成器のところに戻っていくというこういう浸水延、えー、直循環がこれでぐる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 回ってるんだというような話でした。でこれ、えー、っと1センチぐらいのスケールのですね乱流現象がこれ何万キロにも及ぶ えー、深層循環とと強くリンクしているといるうことこれだけでもエキサイティングな話だったんですけれども、えー、とこれに今までやっていた潮流と海底地形とのインタラクション出来上がる波が絡んでいるのかということで、えー、一つこれをやってみようと特にこの乱流とは何ぞやというところあたりも含めてこれから話を展開していこうと考えました。 ちょうどその時に、えっ、ー、と、その当時ではですね。えっ、ー、と、乱流の研究というのは、まあ、それほど盛んではなかったように思います。えっ、ー、と、唯一、えっ、ー、と、乱流研究を旗印にしていた。あの大学が、えー、これ北海道大学の理学研究科だったんです。で、そこには、えっ、ー、と、まあ、あの寡黙な方でしたけれども。一心に、えっと、乱流の観測に打ち込んでいらっしゃった、あ、かなり先生がいらっしゃって。 私は地震研究所から北大の方に移動してこの乱流の方の研究に携わることになりました。で、えっと、一見あのこの乱流、えっと、何しろ秒スケールセンチメートルスケールと何万キロ2000年スケールというののスケールのセパレーションがどうにも本当かなというような気持ちになるんですけれどもこれはあの、えっと、少し時間前後しますけれども 辻野さん、えっと、理学部辻野さんのですね、0千年の。えっと、博士論文が取っておきましたけれども。えっと、ちょっと、こう、潰れだゆうらしいタイプですが。太西洋と太平洋をつないで。こういう数値モデルに深層水流し込んで。まあ、えっと、この太平洋で。東西に。平均した。この深層循環、延長循環。これを輪切りにしてみたのが、この下のパネルです。こう、二つありますけれども。えっと、こちらが。こちらに対応する。 これ密度じゃなくて乱流の強度分布です、ね、乱流の直分布青,青いやつですねそれがこちらでこれを、えっと、乱流を少しこう強くして、まあ、特に1 0 0 0ルから2 0 0 0ルの間で少し強くして深層、えーえー、水流し込んでみると、えー、太平洋でこのような炎直循環が出てきて、まあ、これに分かるように海洋中の乱流混合強度をこう増していくと太平洋における 深層海流のコンベアベルトがどんどん強くなっていくということでこの深海乱流と深層循環ですねこれが強くリンクしているということが数値的にも確かめられているという論文が発表されていましたそれからあの、えー、とさっき言いましたけれどもこの落ちる、えー、と深層性の形成ですねこれが まだ発見しないところがあるのかもしれませんけど大体いい毎秒約2,000万トンの深層水位が落ちてくるとでこれを形状に保つためには循環を保つ時には約この2,000万トン毎秒毎二2,000万トンを表層に引き上げなければいけないということでこのためには特にこの深さが1,000メートルから2,000メートルの深さでこの乱流拡散係数ですけどこの乱流の強度ですけども1平方センチパーセカンドの乱流強度が必要になるということも一応分かりました。 でこの深層循環は、えー、と非常に重要な役を果たしているとでこれはあのネットでは低緯度から高緯度に向けて熱を運んでいるということでこれはあの地球の気候を温和なものにしている重要な役割を果たしていますでこの深層循環を止めるとどうなるかという,ような話はいろんな論文が書かれてますけども例えばこれ、えー、と実際に 1>, えっと1万2万二千年ぐらい前のヤンガードリアスキに起こったとされていますけれどもだんだん地球が最終表記を抜けていって温まってくるに従ってこの陸氷ですね、えっと、北米にあったローレン帯ド氷河大きな氷河が溶けてきてで陸氷には塩分が入ってませんからこの淡水が流れ出していってこの北大西洋の塩っ辛い水をだん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 薄めていって、まあ、そうするとまあ冷やせどもなかなか落ちにくくなってきて深層水が形成されないようになると この保保がが南からの保障流が止まってしまっっててし循環ストップするそうすると暖かい水の補給がなくなるので北大西洋から寒冷化が始まったというようなことがあってまあ要するに、深層循環が停止したらこれ数値一見をやってみると例えばその北大西洋で5度以上の気温低下が起こるそれから全球規模でこのようなこちらちょっとあった,あったまるほうですかね。えーと 気温変化が大きく大きなグローバルスケールに起きるということが分かっていました。でにさらに遡って過去12万年の及ぶ気温変化を書いてみたのはこれですけれども、えー、さっきのヤンガドリアスキーがここですけれどもそれより前にダンスが同シ街イベントとかハインリヒイベントとか、まあえー、とこのような激しい気温全球的な気温変化がこ起こっていた。でどうも、えー、この真相 この気温変化の一個一個が深層海洋大循環のオンオフと対応していたのではないかというような論文も発表されていました。でこの深層循環を形成する維持するのに重要な役割を果たすという暖流混合ですけれどもこれはですね実は、まあ、これ流体運動ですからこれエネルギーを必要とするわけですけれども。 この究極的エネルギー源というのは実はこの大気上とさっき言ったですねこの内部潮積それからもう一つ大気上昇によって起こる内部波であるとされていました深海暖流混合のエネルギー源は潮積流と風応力によって歴史される内部波ではないかと。でこれがこの深海域にある背景の平行的な 内部波に入社してきて。えー、まあ、擾乱を与えて、えー、この、何らかの感じで、この乱流混合を予期するのであろうと。いう予想は成り立っていました、えー。少しだけ数式を使います。あの、えー、このような、えー、まあ、深海に、ある。内部波、どんなものかということで、えー、この。内部波の。 こちらが水平方向の運動で式ですね、これが円直方向の運動で式、それから、えー、密度保存式と連続の式、この4つの式を連立させて、まあ、通常よくやるのは、これを、えー、円直流速の1つの式にまとめ上げて、でその解を可動解を仮定しますと,、えー、と、内部波に関するすごく重要な式が出てまいります。でこちらが このオメガというのが内部波の周波数時間スケールですねそれからこちらにある K が水平波数 M が延直波数いわゆる水平の空間スケール延直の空間スケール要するに内部波が内部波であるためには時間スケールと空間スケールにはこのような関係がないと内部波にはなり得ないということです。勝手な時間間ススケケーールルととと勝手ななな空で内部波にならないということですね でそれからひとたびこの時間スケール周波数を決めてやると電波方向は1位に決まると,、えー、っとこの方向ですね、えー、っと周波数とシーターが、えー、っと周波数とこの電波方向が1対1に対応するとでえそれからそのオメガ時間スケールこの周波数が上限値と下限値があるこれ周期に行かれると、まあ、同じですけども周,期周期も上限と下限があるということですね 勝手な周周波数時間周期を取るわけにはいかないとこうでこちらがこう周,周波数の上限値周波数の下限値そうなると方向も変わってきて運動面もこちら水平になるけどこちら延長になるというようなことになります。でこのようないろんな方向に伝播していくいろんな時空間スケールの波が重なり合って先ほどのこの深海におけるこの背景の平行内部幅を作っているんであろうと。 でこ,こ,にいやこれが、えー、っとそれ、えー、ですが一つ不思議なことがあって、まあ、いろんなところにいろんな海域でちょっと調べてみると、まあ、このいろんな時空間スケールのいろんな方向に伝わる内部波と言いましたけども、まあ、これの配合率がどこの海域に行っても割合に同じであるということいわゆるこちら、えー、っと今延直波数延直スケール 内部波の延長スケールをとってこちらに時間スケール周波数をとってますけどもそしてどれぐらいの波が含まれているかを高さで示しておきますけどもこのような波の配合率がどこの海域に行っても割合に一定しているという不思議なことが見つかりましたでこれを見つけたギャレットさんとムンクさんの名前をとってこのような内部波の集合体のことをギャレット・ムンクの平行内部幅と呼んでいます でここに時空間付きの比較的大きなところに、えー、先ほど言った大気上昏とか、えー、と内部調積によるエネルギーが入ってきて、えー、これがこの集合体の中をエネルギーが流れていって、まあ、このエネルギーの流れのことをエネルギーカスケードと言いますけれども、えー、乱流拡散、えー、と非常に時空間的に小さなところにエネルギーが入ってくるということになります。 そして、えー、と重要なことなのでもう一回繰り返しますと、えー、この集合体でいろんな波がありますけれども、えー、その時間スケールは、えー、上限と下限がある、えー、っと下限がこれはあの浮力周波数といい、えー、あごめんなさい、えー、っと周波数の上限が浮力周波数といい、えー、下限が感染、えー、周波数、まあ、周期に直しますと、まあ、これ大体深、えー、海ではあの周期の下限値が約30分ぐらいですこちらは 実はこれ緯度によって変わって関節周期は実は赤道域に行くと無限大30度ぐらいで24時間50度で17時間極に行くと12時間だん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 短くなっていります。でこのエネルギーの流れエネルギーカスケードって言いましたけども。 これがどのようになされるかということに対して重要な役割を果たして思われているのがこの内部波の3波干渉3波共鳴ですね。で今えっと波数が K1 それに対応する周波数オメガ K1 この間にはさっき言ったように分散関係ないと立たなきゃいけないですけれどもこれを内部波のナンバーワンと名付けますとそれと波数が K2 それに対応するオメガ K2 これは波数内部波のナンバーツーとします。 このナンバー1の内膜とナンバー2の内膜がインタラクトすると,、えー、と出来上がる上乱はですね K1 プラス K2 それからしますもオメガ K1 たすオメガ K2 のこれ上乱が生じますただしこれが内膜派になるかどうかは保証の鍵ではありませんで内膜派になるためにはこの指数 K1 プラス K2 に対応する分散関係で決まるこのオメガ K1 プラス K2 というのに このシースのオメガ K1 プラスオメガ K2 が、2が等しくなけければいけません逆にこれが成り立つと、K1 という波からあ、ナンバー1の波とナンバー2の波の相互作用から、ナンバー3の波が出来上がります。そうすると、ナンバー1とナンバー2の波を持っていたエネルギーがナンバー3に移っていくということになります。えここにちょっとありましたけど、ナンバー1とナンバー2がインタラクトして、ナンバー3が生まれている えとちょっと模式的な図を書いてもらいましたので、えー、とここにあこちらあれですねまたあの円直の波数で空間スケールを表していますこちらの周波数で表していますけれども、えー、ここの時空間スケールのところに例えば内部超積がボーンと入ってきたとします。ここはいわゆるギャレット・ムンクの内部波の集合体ですね。でここでこの長積のところにエネルギーが入ってくるとこの超積は多数いる内部波のメンバーの中からこの2番目の波と3番目の波を 見つけてきてき三波共鳴先ほどの関係が成り立つような関係を見つけてここにエネルギーを流していくということになります。でこの波がこうここにあのエネルギー入ってきますと今度はこのエネルギーここでやはり、えー、と2番目の波と3番目の波を見つけて三波共鳴を形成してこちらにエネルギーを流し込むと。 いうことでこのように時空間スケールの比較的大きいところからだん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 と時空間スケールの小さいところにエネルギーを流していくということになりますこのような三波共鳴がこのエネルギー化スケールの重要な役に果たしているということこれもある程度は分かっていたという状態でしたちょっとしつこいですけれども内部潮汐と風税力がこのように与えられてエネルギー化スケールここはおそらく内部はの集合体の中で ペアを見つけて、三波共鳴でエネルギーを流していって、最後に乱流拡散にエネルギーを流し込むんであろうということですね。で、このフォーシング内部潮汐と風が、多分、その、乱流のエネルギーソースとしては有力なものとされていましたけれども。そこに関しては、えっ、ー、と、この著者を見ると、みんな、うっと思うんですけれども。えっ、ー、と、ムンクさんですね。百一歳まで来た、ムンクさん。それから、あの、変わる。 これ文っ、えー、というんですけど、ウンチと言いますね、これ、カールウンチ、で、マンク・アンド・ウンチですけれども、この両者ともに、えっ、ー、と、まあ、今世紀っていうかな、えっ、ー、と、時代が生んだあの大化ですね、両方とも、ちょっと恐れ多くて話せないぐらい、あ彼とは話しましたけど、お家に呼ばれて話しましたけど、えっ、ー、と、えー、1998年に出した論文だとですね、でこの、 実はこの内部長席は起源のエネルギーとして1テラワットぐらい与えられるそれから風邪降る期源の内部波としてもやっぱり1.2テラワットぐらい与えられるというようなことがこの論文の趣旨です。なるほど風と,っとこの潮汐お月さんですねこの2つが大体イコールウェイトに絡んでるんだなということをこの対価が言えば振る舞いをしてしまうんですけどもこれうちの研究室で特にこちらの方ですね これどうも必要な2テロワットからこれを引いた分がこちらだったというなんかそんなような感じがしたのでこれをちょっと検討してみることにいたしました。でこれは風から海面にどれだけエネルギーが入るかってことを示してんですけどここに月が書いてあります。6月ですよね えっと涼半球とも冬半球にエネルギーがガーッと入ってきます。で確かにそれをえっ、ー、と勘定すると、えー、風から大気上乱から海面に一テラワットぐらい入ってはきます。ただしですね、でそれをこう海の中に染み込んで入ってくるかという質えことをやると、実はこのようにやって、えー、風雨力によって励起される内部ハイエネルギーっていうのはかなりの部分が実は延長高波数成分に含まれてしまうとそのため まあ結構遠直波長が短いいととうこですねそう,なそうなるとかなり乱流じゃんか混合にやられてしまうとこのため実はその70%から80%というのは表層のごく表層1 5 0ルぐらいのところでまあ散逸されてしまうということが分かりましたそうなると我々が今相手にしようとしている深さ1キロより下の方ですね深海内部波の場には風暴力によって入ってきたエネルギーの約 10ぐらいいいしか供給されないということが分かりましたこれとても重要な問題でまだこれ信用している人かなりいますけれどもここは多分ないです。活葬力は深海燃料エネルギー量源としてはなり得ないとこのルートは多分ないというのが我々の結論です。 でこれがあの、えー、と現代の海洋物理が抱えるミスティング・ミクシング問題につながっていくんですけれども、えーまあ、とりあえず、えー、こういうものそうすると問題を整理しますとここに与えられるエネルギーというのは主ににここれはやっぱりり内部調整がほとととんどであるということになりますそれがこの内部波の集合体、まあ、どこ行ってもだいたい配合率が同じであるギャルト・ムンクの内部波の場を三波共鳴おそらく三波共鳴の主体としてカスケードをしていって最後に。 乱流拡散の方にエネルギーを流していくのスケールに流していくんだろうということえっ、ー、とよく描く図ですけども、深、え、層、ー、循環がえっ、ー、と定常的に維持されているためには、何としても乱流がこう浮力を表面,表面からの熱を下に与えて温めた深層水を上に上げてこないといけないと、まあこれが必需品でこれはおそらく潮流 潮ですねメインのエネルギーソーソスだということ、まあ、月と太陽ありますけれども月の方がはるかにあの大きなコントリビューションですから月やなければいけないそうなるともしあその意味ではこのタイトルに書いてありますこの深層海洋循環というのは月が駆動しているという言い方もあの大胆ではありますけれども言ってもいいのかもしれませんえとそれとですねあのやっぱり地球が この月という衛星を持っていなかったらこの乱流も生じませんでしょうしそうするとこの深層循環もストップしてしまうでしょうしそうするとこの低緯度から高緯度への熱の輸送もなくなってくるとまあその地球はこの,このバランスが崩れて人が住めるような星ではなくなってしまっていたのかもしれません、まあ、いずれにしてもあのこういうように えと測られたところでの乱流、えー、まあ,あ1990年半ばにこのような乱流の研究をスタートした時には、まあ、ここら辺ですねこの赤丸をしたところで乱流の観測が行われていました。まあ、非常に限られた位置ですね東太平洋の渡りそれからヨーロッパの沿岸域それからあのトガコアプロジェクトってのありましたので、まあ、そこで赤道域での乱流観測が行われていましたけれども重要なことはこの西半分の位 ここら辺ではほとんど乱流観測行われていませんでした。これは一つには乱流系の乱流系ですね乱流ここにちょっとありますけれども、えー、とこういうものが、えーとまあ、あのアジア地区にはなかったということそれから何日のですね乱流の研究者自体がもう極端にいなかったですその頃。でその二つの要因で、まあ、ここら辺何も計られないまま、えー、と時代が過ぎていったということです。 ただし、測られているとところを見ると東太平洋で測られたところを見るとこれが先ほどの2000万トンのこう深層循環を上に上げてくるに必要な1センチメートルパーセカントですねこれよく1ムンクという言い方しますムンクさんの名前をとって1ムンクの乱流強度ですけれどもそれにはるかに及ばないまあ観測値はだいたい0.1とか0.2とか0.3ぐらいにとどまっていてまあかなりこの乱流不足が深刻になっていたというようなことです。 でこれ、えー、と海底地形を見ると、えーまあ、このようになっていて、まあ、これ東太平洋なんかでこう測られているところを見ると、まあ、ほとんど海底地形はフラットですねで、まあ、赤道域もそうないですし、まあ、体すはちょっとないですけど同じようなものです海底地形はあまりないところで測っていたということは明々白々でした。まあ、それに比べると、まあ、ハワイからら西の,方がく方があの地域、まあ、ここら辺では 海底地形もかなりでこぼこしてますし,し潮流も強いので、まあ、ここら辺には間違いなくホットスポットがあるんではないかなというのは、まあ、乱流系がなくてもよくわかる。で真っ先に乱流系を持って測りに行きたいという気持ちは山々ですけども、まあ、結果的にはですねこのような乱流系がこう日本で実現するまでは10年近くの歳月がそれから必要になっていました。というわけであの北大でこのような研究を始める時に何をやろうかと考えて。 まあ思いついつたのはです、ね、このようなどこの海域でもこの集合体その内部波の配合率が割合に一定であるということが分かっているモデルはあるギャルット・ムンクの平行内部波のモデルはあるこれは定式化されているでこれをもう各地域でまず再現してモデルの中にこのギャルット・ムンクの内部波の場を作ってやろうとでこれが出来上がったらこのしかるべきその時空関係的に大きなところに超積のエネルギーをかけてやる。 超積のエネルギーを与えてそのエネルギーがどうやってこの集合体の中スペクトルの中をですねこう流れてくるかということを調べてやろうと考えましたで具体的に取り上げたのは北太平洋での代表的な海嶺であるこのアリューシャン海嶺とこのハワイ海嶺この2つを選びましたでこれが数値圏のアウトラインですけどもアリューシャン海嶺それから えとハワイカエレそれぞれの位置において、まあ、ギャレット・ムンクの内部波のコンポーネントを、えーとまあ、アンプリッジに分かってますからそれを寄せ集めますそれだけだと線形に足し合わせてるだけですからポンと手を離すとナビエストークスの中でインタラクションを始めますこの非線形総合鑑賞をこの内部、えー、とギャレット・ムンクの内部波のメンバーの非線形鑑賞を行わせて最終的には平行的な内部波の場を作り上げますでこれが成り立って 成立したところで直第一モード極めて延直には一番大きなスケールの12時間周期ですねの内部張石やエネルギーをボーンとかけてやると外力をかけてやるとでそしてそのカスケードダウン、まあ、大きいスケールから小さなスケールへのエネルギーの移行過程を数値モデルの中で見てやろうとおいたしました。でこのモデルかなり大きなものを使いましたので水平スケールとしては150キロから30メートル。 遠直スケールとしては2 5キロから2 5メートルまでの、まあえー、かなり広範囲にわたるエネルギーの流れが分かるようになっています。で、えー、とすぐに結果に飛んでしまいますけれども、えー、これがあのギャレット・ムンクの内部波の場の中における内部調整エネルギーのカスケードダウンを示しています。まあ、時間は、えーとまあ、純正的な内部波の場が出来上がってからこのように時間が進んでいきます。 えっとここでここですね軸間スケあすみませんこ水平こちらの横軸が水平スケールですねこちらが縦直スケールを示していますこの一番スケールの大きなところにえっと超積エネルギーを与えている内部超積を与えてやるそれがどうやってこう中に染み込んでいくかを調べた結果ですねえここに現れているあの緑とか白いようなものまあ白っぽいですねとりあえずでこれは えっとスパイクこのエネルギーを与えた時と与えなかった時のこのエネルギーレベルですねこの、えー、っと集合体の中でのエネルギーレベルの比を示しています。でこれ白かったりすると1、えー、っと緑でもほとんど 1. 点何倍だってますけれどもほとんど1に等しいこれ何を見せてるかというとせっかくここに内部調節器のエネルギーを与えたんだけれどもその効果は与えなかったことと同じ要するにこのエネルギーは中に染み込んでいかなかったということを示しています。 で要するにカスケードがなか起こらなかったということですねこのアリューシャン海嶺の方でこれに対応してこれに対してですねこれがハワイ海嶺の方の計算結果になります。で今度はあの白や緑ではなくて赤いのが目立つようになってきています。で、えっと、最終的に時間はこのように進んでいきますけれども最終的にはこの、えっと、空間スケールの小さい方に真っ赤っかな。 えっとレベルが上がっているとか見えると思います。これはあの、えー、まあえっ、ー、と末端の方にですねスケールの末端の方にエネルギーがこう集中している。要するに乱流方向に乱流スケールの方にエネルギーが流れ込んだことを示しています。だから要するにカスケードが起こったということ。でそれとともにもう一つ特異的なのはここにエネルギーの高い場所が、えー、形成されているということ。 これと乱流の方にエネルギーが流れていたことは多分関係してるんじゃないかなということですね。で、これを見ると水平スケールがだいたい40キロぐらいで、縦直スケールがだいたい数十メートル、30メートルぐらいですね。要するに40キロで30メートルですから非常に扁平な構造ができていると物理空間で見るとよくわかります。え、これがあのアリシアン海霊の方のまあ計算開始から10貫生周期後の 中心層における水平流速分布ですけれども。えー、まあ、アリューシャの方は最初に与えたギャルム文クの集合体のままになっていますけれども。このハワイ海嶺の方は。えー、だ,んだ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 んと、このような島筋ができている様子がわかります。えー、水平スケールがだいたい数十キロ、二三十キロですかね。で、鉛直スケールが。鉛直スケールが。えー、約三十メートルぐらい。というわけで、受けて、こう、扁平な。 水平流速の場ができているで冒頭で言いましたけど水平流速が水平な時ってこれ何に対応しているかというと大体この周波数の下限値周期で言えば上限値いわゆる近感性波ですね性近感性の感性周波数でくるりくるりと回るこの波が多分これに対応していると。あこ,れこれに対応していると。 でこれをちょっと漫画で表したのがこれです。えっ、ー、とまあ回転の上を十二時間周期の内部潮汐波が潮汐流がですねこう行ったり来たりする。そうするとまあその背後にえっ、ー、と、えー、このような扁平なですねまあ、えー、これごめんなさいイード三十度付近。これはハワイのこと言ってますけれども二十四時間ぐらいで一回転するこの扁平な円盤状の流れがだん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 と 強まってきてきやがてそこにはだんだんと、えー、強いい乱流が有機されているっていうことが、まあ、結果計算結果から分からりましたでこの12時間から24時間のこの構造ができるということ周期が2倍のところにエネルギーが入るということこれはあのここにも書いてしまいましたけどもこれはあのパラメータ共振の機構によって、えー、だんだんその周期が2倍のところ周波数でいえば半分のところにエネルギーが入ってまいります。 でこれはの難しくてわからんという人はえー、と1回、今日帰りにブランコに乗っていただくとなんとなく分かったような気がかもしれません。えー、とおかしいこれ、振れ幅を大きくするためにこの少年が、えー、とスクワットですね、膝を1回、2回、1回、2回と、こう一周忌のうちに2回曲げてだんだん振れ幅を大きくしているという,ようなことですね。でこれがの えと人間が自然にやっているパラメーター共振の機構ですねで。これによってブランコの振れ幅が大きくなってくると。でちょっと難しいバージョンにすると,、えー、とこのような、えー、12時間で1回転するような内部潮積流の場でこれはあのブルーの矢印で示しております、えー。このような大きな内部潮積流の場の中に、えー、24時間で1回転する金幹線流の場これがあの、えー、太い。 えー、緑色の矢印で書いてあります。えー、これが存在すると、きを考えます。で、そうすると、この収束する内部潮汐流。これは、えっ、ー、と、このラージキャピタル、えっ、ー、と、キャピタルイ、e、u ですけれども。えっ、ー、と、こういうとこですかね。この矢印が、こう、あさってで、こう収束するところ。そうすると、こう収束するのが、ここでもう一回いきますね。えっ、ー、と、この慣性流、え、一慣性流の間に、二回、この収束する流れに。 実は対抗しているこの太い矢印が対抗していることがわかります。この対抗しているとこの d u d x が負で u プライムのこのえっ、ー、とこれなんだかな慣性流がちょうど対抗するのでえっ、ー、とここでは負になってこっち移行すればこれえっ、ー、と加速効として働きます。えー、こちらはこちらも実言うとこの矢印をえっ、ー、と加速する方向にこの効が働きます。要するに えっとこの矢印が1回転する間にこう潮流の収束する場を2回感じてその時にここに酵が入って D'Dt 加速が起こるということですね。でもしこの逆にですねこう発散する内部潮流の場に生態するようなことが起こると逆にこれはあの この慣性流の原則になるんですけれども、このタイミング、これ。いわゆる。このましからざるざる、この、あの、あれがあるんですけれども。発散の場があるんですけど、この時には。あさっての方向を向いて、直角になるので。ここは免れるということになります。要するに、えっと、一回転する間に。収束する潮流を、内部潮流を二回感じて。えっと、極めて効果的にエネルギーが。 性が加速されていくとこれがパラメータ共振の機構ですでこうしますと、えー、パラメータ共振が起こるとオメガから2分のオメガにまあ大きなスケールのオメガから小さなスケールの2分のオメガにエネルギーが入ってくると。でこれどちらも内部波である以上は、えー、とさっきの制限 F と N の間に入らなければいけないですね。えーと 浮力周,周波数と完成周波数の間に入らなきゃいけないということでこれは F より大きくなければいけません。となるとこのパラメータ共振の機構が働くためには外力に周波数制限がかかって外力の周波数はその場の完成周期の2倍以上でないとこのパラメータ共振の機構が働かないということになります。 どうすると例えばこのアリューシャン海四49度ぐらいのところにありますけれども、えー、まあ、えー、潮石ですね半日周長の潮積の周波数がその場の完成周波数の約1.3倍周期でいうと12時間と17時間ですけれども、まあ、この1.3倍 F になりますから、まあ、実言うと、えー、これは満たさず、えー、とパラメータ共振も起こらないと。 でこれに対してこのハワイ帰りの方が28度 N にありますけれどもこれが長積、えー、の周波数がその場の完成周波数の2.1倍なのでこのパラメータ共振にスイッチが入って、えー、とスイッチが入って、えー、とパラメータ共振が起こって、まあ、このような島筋がですね、えー、だん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 出来上がってくるとでこういうものですねでこれがだんだん出来上がってきてその周りに ひとたび出来上がるとこのドップラーシフトを水平高波数の内部波のドップラーシフトを起こさせてだん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 延直波数を上げていって最後にはここでその再波限化に達した波がブレーキングを起こすということで乱流混合が活発するということになりますこの DUDZ がすごく大事だということですね。でこの数値実験の結果をまとめますと海洋深層における乱流スケールまでのエネルギーカスケードは実はパラメータ共振。 パラメトリック・サブハーモニックインスタビリティの機構にコントロールされていることが数値見解の結果から明らかにされましたでこのため、えー、乱流拡散の大きさには、えー、強い移動依存性が生じる可能性が、えー、示されました要するに移動、えー、が3 0度よりも、えー、北側の方では、まあ、の先ほどの理由で、えー、大きな顕著な改ざんがあって調整器があっても、まあ、PSI の機構は働きませんので乱流はあまり起こらないでこちらの30度南側になると、まあの 大きな改ざんのところを、えー、と一旦期待する12時間の長積流に乗って、まああの近環性でシワがばっとできて、そこに乱流が立っていくということになると思います。まあこれがあの模式的にできるだけ、えー、とまあ現状に近い形で書いたですね。30度以南では、まあこういうような、えー、と乱流の周りにこの円盤状のこういう近環せはできるんだろうなと。なので乱流が大きくなっていくる。こうなるとこれを。 えっと。明らかにしたいですね。これ乱流系を使って、で乱流系を使って。えー、これを。はら、はかりに行きたいんですけども。おそらくこの時点で、えー、乱流系ができるまで、数、数年ですね。まだ。えっ、ー、と、まだできないので。でこれは、えっ、ー、と、私として、この。黄色いものと乱流とペアでできる。この金間線波の方に目をつけました。この金間線、、線波の円盤状の構造を。ディテクトすれば。この円盤状の。 構造がいいっぱいあるところは多分乱流がいっぱい起こっているということを示すに違いないと。でこの近感性波のディテクト検知をするのに使ったのがこのエクスペンダブルカレントプロファイラーです。えー、っとここに持ってきていてこれ、えー、っと使い古しだと思ったら使えるんですねこれ。だから22万 <laughs> するやつですけどこれをえっと投げ入れるんですねこれをで。これはあの えとどちらかというと観測大あ,のあんまり好きじゃない私でもこのパッとなんかあの船から投げれるだけで、えー、と45秒後にここがパチッと開いてここからあの重りが起こっていってそこにセンサーがくっついてて、えー、と水平流速の延直構造を大体1 5 0 0ルぐらいまで測って大体いいこれは7分ぐらいでデータを返してくれます。 でこれあのああ、まあ、決してなかったですね <laughs> エクスペンダブルカレントプロファイルは等気式乱流計っていうんですけど高いので我々はとっいい <laughs> いないですよね <laughs>、はいえー、っとでこれを投げ入れるとあのこれをどん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 投げ入れればこれ乱流計なくても、えー、っとここにあるです、ねえー、っと水平流速の1 0ルスケールの延熟変化率とか。 あと同時に投げる投機式の密度計ですねこの2つの情報からこのようなパラメタリゼーション実はこのパラメタリゼーションは今日発表していただいたグレックさんが1989年に作った経験式ですけどもこれに放り込んで乱量観測をしなくても一応 えっと間接的にもえっといろんな場所のいろんな深さでの乱流強度をえっと見積もることができるとこれを利用しました。でこれはあの船ですね。これ東京大学はもうちょっと船がなかったので北海道大学水産学部の練習船おそろまとか東京海洋大学の練習船海高まるそれから神高丸を使,使わせていただきました。 でえー、とこれ、投げ入れているんですけど、慎重にこうパチッとこうトスするような感じで落とします。ここにも出てきますけれども、表面から大体いい1500メートルまでの水平流速の炎直分布がこのように取れます。あこっちかなえー、とアリューシャン海嶺、それからハワイ海嶺、からイゾガサラ海嶺で、このような、えー、と直水平流速の炎直分布をこのように、えー、取ることができました。 えっと XCP 観測の様子ですけれども、時代を感じさせる PC ですけれども、えー、っとここにえー、っとアンテナをつけて、船のサイドにアンテナをつけます。これは田辺君ですね。<laughs> あ、ちょっと,、えー、っとそれでこれえー、っとこれが XCP です。これ実は言うの忘れちゃいましたけど、えー、っと地球の地盤の延長成分を使います。それを過ぎていくあのどゆ 電動体である海流が過ぎるとファラデの法則できあのあのボルテージが出るのでそれを東西成分南北成分で測っていきます。えー、と今落としてどっかここに浮いてるんですけども、えー、と時々刻々その上のデータ発信部からこのさっきのセットしたヤギアンテナの方にデータが入って今ここにいますね。く、えー、くるるるる回転ししていかももれませんけどもでこうするとあの あーとリアルタイムでこう研究室でこのような、えー、っと流速の延長分布を調べることができるということになります。これはあの若い時の私ですね。これ若い時の私です。<laughs> これ二役、これ横田さんじゃないですか。多分。<laughs> で八幡村モードっていうんですねこれ。<laughs> これをこうつけてどこに今いるかっていうのを調べる。あのペンライトをつけて三つぐらいペンライトをつけて、えー、落としました。 それから同時に XCTD を落として、これはあの若い時のの0 0分ですね、嬉しそうですね、どういう句か。これを大体これぐらいに落としてきました、太平洋中心に、北太平洋中心に落としましたけど、南太平洋でも、それからインド洋、それから北大西洋で落としました、約700本ぐらい落ちましたね、これで。そうやって出てきた結果がこの図です。 先ほどのグレックさんの経験式に入れて見積もった断流の強度を50度、40度、30度、20度、えー、と井戸ごとにえっと調べています。えー、っとアリューシャン海嶺から天皇海山列、伊豆ガサラ海嶺ハワイ海嶺ということで、まあこういうところにも顕著なあの海山あるんです海列があるんですけども小さいままで30度を南側に行くと。 ガゼンこう大きくくなってくると伊豆ヶ沢帰れとかハワイ帰れではもうがぜ乱流強度が大きくなると南半球に行っても大体同じようなもんでケ離を変えー、たこういう60度か50度40度ぐらいではあまり大したことなかったんですけども30度を赤道側に入りますとこのように大きな体がら出てくるということになりますでこれは先ほど言ったように地球の延直磁場をよぎる海水の流れをあのボルテージに変換してますから一つだけ 観測でききないところ出てきます赤道の近くですね赤道の近く行くと地盤が水平成分だけになっちゃうのでこれ使えないですそれ分からないで放り込んでて二十数万円の水温計になっちゃったですねしばらく <laughs> はいで、えー、とこれをだからその意味でこれ何で赤道域がないかっていうのは、えー、とこれないのはその理由なんですけれどもでこのデータをまず集めて これを2つに割ってですね30度よりも北側それから30度よりも南が30度20度の間この2つに分けてこのデータを整理しますで、えっとどういうふうに整理するかというとこれを30度以上のデータを集めてその場所落とした場所分かりますから、その落とした場所での、えっと外力である内部調整エネルギーの密度を数値実験から見積もりますで、そうするとまあ、予想されたことであるんですけども大体こう内部波の場に 大きなエネルギーを与えても結果として出てくる乱流混合は非常に小さいままになってしまうと0.2程度ですね。でそれに対して2 0度と3 0度の間の、えー、と緯度に行きますと、えー、内部のエネルギー密度をだんだん大きくしていくとそれに従ってこの乱流の値強度も大きくなっていってある実験式も得ることができました。でこのようにして <laughs> あ赤道域はその x c p できないんですけれども今日もちょっとあの午前じゃなくてあの午後の早いうちにちょっと赤道域の話がありましたけれどもここではあのマイク・レックさんがかなり積極的に乱流 KO としていて直接観測を行っていて、まあ、実言うとあの、まあ、震度にもよりますけれども分子拡散レベルに起こってしまうとあの拡散係数ですね非常に乱流強度は小さいということが分かっています。でここのの情報を全部集めてこのような 実験式を作ったこれは各緯度・経度における密度約層内での乱流拡散係数ですね経路乱流強度を局所的な内部調積エネルギー E から予報する経験式を作り上げました、まあ。こちらが乱流強度で各緯度の式ですけれどもでそこに F というのが入っていてこの F がここにその場で与えられる経度・緯度で与えられる内部調積波のエネルギー密度がここに入ってきて。 これがここに入ってでこの E はこれはあの <coughs> さっき言いましたけどもあでこの式は結局この内部調汐はエネルギー密度それから乱流強度この2つを結びつける式ですね。こちらがえこっちの方でここにある FE と言ってもいいですけどもこれが ここの内部調エネルギーこの2つを結びつける各緯度・経度で結びつける式でこの E の方はこれは数値実験で各緯度・経度で求まるということがもうこれ計算から分かってますからこれを入れて作ったこれが2006年にできたグローバルマップですねこれ内部潮汐発源の乱力混合強度のグローバルマップということになります。 これが、えー、とおそらくグローバルマップ的なもので現れたのは初めてだと思いますけれども、えーとまあ、あの当然そのようなデータを使っているので、えー、現れるのは当たり前かもしれませんが乱流混合のホットスポットは緯度30度よりも赤道側の海嶺とか海山に局在しているということ、まあ。北の方にも海山あるんだけど、まあえー、とそこではあの大きくならないということですね。というわけで。 えと走行しているうちにようやくいい知らせが入りました、えー、と神戸のアレック電子ですね現在の JFE アドバンテック会社ですけども、えー、そこで、えー、国産の深海乱流系第1号ですねこれが出来上がったということこれを名付けてターボマップ D と名付けました、えー、と重量は 73kg、えー、これ重くて2人3人ぐらいで手く持てるんですけどもそのまま海に放り込むとこれプカプカ起きます、えー、とこれあの感覚としては 飛行機がなんで浮かぶのかというと同じように不思議だなと思ったんですけどここにこの浮きがあります強烈な浮きがあってこれが勝ってこれマイナス0.7キロぐらいですこれを落っことすためにはここに重りをつけなきゃいけないということになりますで、ここはセンサー部ですねで、全長が3.3メートルなんですけどもこれがあのこのこセンサー部は非常に小さくてえっとこの爪ぐらいの大きさですねセンサーの ここのここにセンサーがありますけれども、これ爪ぐらいですね。この3.3メートルぐらいがこの安定に起こっていくために必要な長さです。何しろあの落ちあの重た大きくてもこれ精密機械なのでえ非常に最新な注意を払って作っていただきました。でこれをこう命綱なしにえっと船から落として、これエクスペンダブルではありませんので <laughs>。 大体、えー、これ、いっていいのかな、数,数千万の装置ですね、やはりで、これを落として、えー、と重りを2,000メートル弱のところで落として、これを浮き上がらせると,で、えー、と、上に上がってくると、ビーコンにスイッチが入って、えー、私はここに上がってきましたよという信号を受けるので、まあ、これを、えー、船で探しに行くということになります。 後で出てきますけどこれと同じ類の,あの乱流系がこれとこれはカナダ製のこれよりもちょっとバージョン高いえと水深がもっと入る6 0 0 0ルも入るです、ね、でこちらがえともっとですねこれはこれも一応6 0 0 0ルぐらいまでですかねえとこれも耐圧6 0 0 0ルでこの乱流系ですでこれをえとウィンチで釣り上げてこうやって入れていきますでブリッジの上にこのアンテナをこビーコンを受けるアンテナをつけて これ長澤さんだと思いますけどね。えー、っとこれ今ピコッと入って反応しました。えー、っとこれはあの無事に上がってきたよってことを示してますね。こうなるとみんなブリッジに駆け上げってって双眼鏡で見る。で卵巣系はどこだということを見るのけですね。これはあの我々が見えなくても船の人が見つけます。えー、っとものすごく目がいいです。はい、でこれぐらいになってくるとだん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 とえー、っとまああの まあ誰でも分かる距離になってくると,、えー、と先端にこのリングをつけたかな金具をつけた棒の先に金具をつけたもので、まあ、引き寄せるとそして、えー、とこのおおのところにフックをつけてウインチで引き上げるということになりますここら辺はすべて、えー、と海の人がやって船の人がやってくれることになりますけども、えー、これですねちょっと1回失敗してませんこれは こうやって引き寄せてこうペリカンフックっていうのでウィンチとつなげるロープを取り付けてこう引き上げていくとでこれを引き上げて回収するとコンピューターでデータを吸い上げて解析しているその間にまたこの乱流計を次の位置に持っていって投入するということを繰り返していきます。 でこのような乱流計を使ってですね、えー、と乱流計を使って、えー、とこれを、えー、とハワイ海嶺、それから、えー、とアリューシャン海嶺、それからイズゴアサラ海嶺ですね、えー、とそれからあの x c ビ b で測れなかった赤道域に投入して、えーと、今度は乱流の直接観測を行いました。 でこれハワイ海嶺近づいていきますと、まあ、この濃いとこは主軸ですけどもだん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 と,、えー、と乱流の値も大きくなってきます。でここがあのちょうど、えー、CGS で表すとセンチメートルスケールで表すと1ですね 1,、まあ、1に近づいていきますここでは。あのでアリオシャン列島に行きますとこれがあの、えー、と主軸に近づいていってもえー と甘くならならいんですねこれが1ですけれどもやっぱり10分の1ぐらいになっちゃいます0 1 c m p クですねこれ小っちゃくなっています。ここれなかなかか小さいとこですやはりで依存がさらかいでこれは我々は測った中で一番大きかったですけれども、えー、とだんだん主軸に近づくとこの一を U に超えるような乱流が大き,く大きいとこが出てきます。 でこれをまとめてみるとこの色別にこのような、えー、っとえました今度はいやおなしに、えー、っと直接観測ですこの直接乱流観測の値を縦軸にしていますこれ関節だけじゃなくてもうノー文句ですねで50度から40度30度、まあ、いろんな改ざんがありますけれどもこのように30度を下回ると強烈に大きくな乱流が出てって20度過ぎるあたりから 赤道域まで乱流が小さいとこのような緯度依存性が見事に出てきました。これに先ほどの XCP ですね、これのデータから持ち持った間接的な値を重ねてみると、このようになります。ちょっとオーバーエスティメート気味ですけど、まあまあ、なかなかいい傾向が出ています。これによって、緯度依存性は間違いなく存在するということになりました。これの検証もできたということで、 えー、一つ思ったことは、えー、こういうところですねやっぱり東太平洋で測っていた、えー、我々が研究を始めた頃はこういうところであったと,、まあえー、とマイ・グレックさんは、えー、とデザートだったって言ったねあの、えー、と砂漠ですね砂漠だったなと言ってましたけども、えー、西の方にイラン料ホトスポットがいっぱいあったとでそして我々の発見ですけれども、えー、これが西にあればいいってもんじゃなくて、まあ、こういうところではえー、っと こういうところでは、えー、大きな乱流が出るけれども、えー、と高緯度の方に行くとあちょっとしまったえー、っとこれかえー、まあ乱流があの高い階段顕著な階段があって長寿力があっても出なくなるということこれはもうあの突き詰めて言えばこの地球の回転効果が低緯度と 高緯度で違ってくるからで、まあ、こういうミクロな世界にもえ地球の回転っていうのはあのこういうミクロな世界乱流強度の空間分布には地球自体の効果って現れるんだなとかなり不思議なあの気持ちにとらわれました。で、えっと、現代の深層海洋循環の数値モデルは昔と比べるとはるかに精密になってきましたけども深海乱流強度の移動依存性はいまあ、だにしっかりとは組み込まれていません。 まあ何よりもこのルートですね、えー、と風汚力は多分乱流の方にエネルギーソースとならないということが聞いてしまって、まあ、これはあの今抱えている問題としては、乱流強度不足です、えー、と今分かっている乱流を全部集めても、やっぱり2000万トンと呼ばれる乱流を全てこう上に持ってくるには、やっぱり今、強度不足に陥っています。えー、そこで今 あのこれから先はちょっとこう将来に向けた話をしますけれども業界的にです、ね、考えられているのがまあここですね今まではどちらかというと,、えー、と上乱原の海山とかそこら辺よりもちょっと離れたところこのい、えー、わばファーフィールド路での、えー、と乱流の話をしてまいりました。ここは、えー、PSI パラメータ教師の機構に、えーまああの 支配されてているという話をししきましただから色依存性を持っているんだと、まあ、この山の近く本当に山の近く、まあ、こういうギザギザがあるかもしれませんけどここの山の近くこの近傍での乱流はどうなっているだろうかとこれをニアフィールドのミキシングと言っていますでこの一つ、えー、とイメージが湧くのが、えー、とこの海底がですねこのスムーズなところは乱流は立たたないんですけどもこのような激しい 海底地形の変動があるところは、このような乱流のホットスポットが出てきます。これがあのニアフィールドミックスにいてのやつですね。で、これをえっと粘土においてこの潮積流と海底凹凸地形との相互作用によって発生する内部波、これをもう一回リビジット調べるために数実験を行っていました。このような地形の上を潮積流を走らせると、で潮積流をだん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 強くしていく。 から海底地形の凸凹をもっとこう何て言うかなハイフリクエンシーにしていく凸凹をもっとこうあの顕著なものにしていく、まあ、いろんなことをやってみるとこの両者の相互作用が小さいうちはえこれ発生するのは内部潮汐波なんですけれどもだん,だん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 と例えば潮汐流の振幅が大きくなっていったりそれから海底地形の凸凹が激しくなっていってこの相互作用が大きくなってくると この海底地形から上に上がってくる内部波は内部超積波ではなくて内部風下波っていうものに変化し始めることが分かりました。この玉のの玉ように見えてるのがあります、ね、でこれがの数値一見ですけどももう一度潮流と海底音地形との相互作用がだん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 ,だんと強くなってくると、えー、海底地形上から上方に伝播してくる内部波は内部超積波ではなくて内部風下波になってくるということ。 波の性質が変わってしまうんですね実にとでこれが上に上がってそこにあるギャレットムーンクいわゆる内部波の集合体とインタラクトしてどのような乱流を生んでいくかということはまだはっきり分かっていませんでした。というわけでこのような海底地形から風下波内部カザシモ波を仮定してこのパケットを上に打ち上げるという実験をしてみました。もちろん えとバックグラウンドにはギャレット文句の内部幅を置いていてますでそうするといわゆるこの流石線、えー、と追跡実験ですね内部バケットの追跡実験、まあ、どこかでこのパチッと崩れてしまうんですけどもこれを繰り返し多数のパケットを下から打ち上げていました。でそうすると、まあ、これを集合させたのが、まあ、乱流のこう分布になっていきます。でこれを <laughs> 寄せ集めるとこのような感じになっていて。 まあ、海底地形上から発してギャルレット向く内部波と非線形干渉しながら情報を伝播していく多数の内部波パケットの延直群速度の平均値これを示したものですけどもこれの時間変化を示したものです。で最初はこれこれ打ち上げた時のスピードですねだん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 緩やかになっていってここでまあ、まあえっとまあ、これより先にはもうあの乱流の位置がないということですけども。 えー、この乱流の高さっていうのはこの面積で表すことができます。このピンク色の面積ですね。で、これをまあこの T ライフというのはちょっとなかなかこれはあの理論的になって表しにくいので、一つこれを定式化するために考えたのが、あ、すいません。このえっとピンク色の面積を求めれば乱流の高さがわかるということですけれども、このためには T ライフというのがわからないといけない。この T ライフはなかなか理論的に求めにくいということで。 考えたののが内部風島の平均自由工程というものです。で、この平均自由工程この CGZ0 というのがこの、えー、と打ち上げた時の情報への伝搬速度ですねこれは、えー、と波の,あの地形の凸凹具合それからあのスピードですねそこのすぐー過ぎていくあの流れのスピードが分かっているとこれは完璧に分かります理論的に分かります。 それからこのその内部波が、えー、とバックグラウンドの,このギャレット・ムーンクの内部波の場の中でどれだけの時間で緩和していくかやはり個性を失うまでの時間これは実言うとマッコマス・ミューラー、えー、と1981年で固定式化されていますこのこっちから得られるタウ ID ですねタウ ID この両方とも理論的に求めることができる。でこれを掛け算するとこの海底を走っていく内部波の平均重工程、えー、と h ーというのが出てきます。この h ーというのは内部シマ波の延直方向の平均重工程 h ーは海底地形上から発した内部風下波が背景のギャルトムンクの内部幅における乱流過程にエネルギーを供給しながら どこまで伝播していけるかを示す尺度となるということになります。この CGZ0 もタウ ID も両方ともこれ理論的に求めることができるのでもしこれが先ほどのピンクの面積と等しければ理論的にこれをパラメータライズすることができると。えとこのピンクの面積とこの黄色の面積ですね。初期の えと打ち上げの速度と緩和時間で作られたこの黄色い面積が等しいかどうかこれが等しければ CGZ0 もタウ ID も両方とも理論的にホミュレードできているのでパラメータライズできるというわけでこれがあの理論式ですねこれは簡単に求むことができます。CGZ0 それれから ID 両方ととも求めてこれを掛け合わせると ちょっと複雑な平均自由工程の式が出てきますけれども、しかるべき。えー、近所を施しますと。えー、平均自由工程として、このような比較的簡単な式が出てきます。1.3という定数が出てきますけれども。かける u の二乗、割る n の二乗。えこの u 二乗というのは、海底地形を過ぎていく潮汐流であれ。えー、と。 定常流流でであれ流れの強さですね海底地形上における定常流あるいは潮汐流の強さ U が増していくと乱流ホットスポットは実は延長方向に大きく大きく広がっていくことがこれの予,想あの予測すするとこころで,すでこれを、えー、と先ほどの追跡実験からあられた乱流ホットスポットの高さの実験結果と比べてみると、まあ、比較的よく追随していることが分かります。この実際の実が 平均重工程の方ですけれども、この点をつけた青丸とか赤丸がいわゆる追線実験の方の結果です。まあだいたいよく合っているということでこれを使おうということになります。まあこれを使ってみると、えっとこのようなえっとダイアグラムをまとめることができます。超積流の振幅とか海底地形のまあラフネスですね。これが小さいうちは出来上がるのはこのいわゆるみんなが知っている内部超積か。 ところが潮積量が大きくなっていったりラフネスが激しくなってくると両者の相互作用が強くなってきて発生して上に上がってくる内部波は風下波になってくるとそうするとだん,だん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 群速度が大きくなってきてそこには大きな背の高い乱流ホットスポットが立つようになるということが分かりました。でこれを検証するために見たのがこの「南太陽」です。ここののの南南太太陽陽重要な点はこの南太陽ではで 潮汐流がほとんん。どありませんここで生まれるのは終極流に,終極流によって海底地形とインタラクトした内部風下波の確認にはここが一番とこの終極流がこの南極を取り巻くように流れていでこれはあのかなり海底深くまで入ってますからここで海底チケッとのインタラクションが起こって内部風下波がこのように伝播していくと。 でここでは、えー、2013年にこのダイムスという国際プロジェクトが行われていて、えっ、ー、とこの南アメリカと,、えー、と南極との間にあるドレイクパッセージですねここで、えー、と実験が行われていました。えー、特にここの断面 T2 と T1 の断面を取って見てみると、<laughs> まあ、この一番上が、えー、これ。 この断面内における流速の延長分布ですね。それから特にこの一番下がこの海底地形上を過ぎていく海底地形近傍での流れの速さを示しています。T2 に比べると T4。えっとここではですねポーラーフロントこのポーラーフロントの位置で出局流が非常に強くなって海底に強い流れを作っています。これがそれですね。でそうするとえどこ僕はこんな大したことないのにここではおっとこうなんかこう海底から 一気に突き上げるような背の高い乱流ホットスポットができている様子がわかります。ここですね。まあこれこれがあの乱流の強さのまああの観測結果ですけれども、これをちょっと平均してみると、インテグレートして平均してみると、T 二では海底近くでの乱流がぐっとすぐに減衰してしまうんですが、この T 四の方ではまあ振動はしてますけれども、海底近くの乱流強度が そのまま上にずっと上がっているという様子がわかると思います。いわゆる背の高いランリホットスポットが実現していることがわかると。まあ、他にもですね。えっ、ー、と、実と観測でこの南極海では。この背の高いランリホットスポット、この A. P. F.。アンタクティックポーラーフロントですけれども。これが海底地形はそれほど。なんかこうぎざぎざしているのに。 海底から一気に海面の方に向かってこの乱流のホットスポットがガッと打ち上がっているとその高い乱流ホットスポットができている様子が分かると思います。えっ、ー、とこの、えー、と結果はですね、えー、と先ほどの h フリーえっ、ー、とこれをちょっとプロットしてましたけども、えー、とこれですね、えー、だんだんこれが海底地形上あの 流れる流れの速さをだいたい7センチ、9センチ、10センチぐらいにしていくと、どん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 大きくなって、うもう7センチか9センチぐらいになると、もう3000メートルを超え始めて、わっとこう背の高い海底からずっと打ち上がったランディングオートスポットが形成されているというこがわかると思います。まあこれが <laughs> もし本達、えー、すると、まあこういう地形があって、まあ裾野のあたりではこれ潮積流が弱いでしょうから。 はい、ここではおそらく内部調積が立つんでしょうけどこの強い調積流が期待できる、まあ、ここら辺ですねでこれはこのラフネストポグラフィーとインタラクトをして、まあ、今まではここに内部調積が立つと思っていたのは大きな間違いでえここにはおそらく内部風ザもはが立つと。でそれで背の高いランニホットスポットをここに作って場合によっては。 上層の周密と薬層まで乱流エネ,ルギーを運んえエネルギーを運んで乱流をエキサイトするというようなことが十分考えられるそうすると深層循環への影響ももっともっと強くなるだろうとでこれからはこういう内部風下波今までは無視されてたかもしれない内部風下波が潮石流によってもできるのだと特に海山の上は注意深く見る必要があるということをえ一つ提言しておきたいと思います そのためにはこれからグローバルなマルチビームの調査を行って海底地形の細かいスケールの海底地形凹凸を知る必要があるとこれはまだまだこれからの課題かもしれませんでそれからそういうところを同定した上で乱流観測を行うこれは今までのように2 0 0 0ルとかそこら辺とはなくてもっと海底近くまでの完全なるデータを取らなきゃいけないということで 今やこの肉厚の、えー、VMP6000 とかこれ6 0 0 0ルまで落ちていきます、はい、それからこちらにあるあこれですねこれ VMP の6000でこれはあの重量が1 6 0キロから1 7 0キロもありますけれども、えー、これをこういうふうにちょっと早いな、えー、と落としてって、えー、っとまあ今までは えと国産のだとちょっと2 0 0 0ルの壁があったんですがもうどん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 海底近くまで落とすそれでは最近はもう飽き足らなくなって何が飽き足らないかというと海底近くに当たらないようにこのセンサーが当たらないようにして寸止めで上に上げるわけですそうすると海底のある期間の、えー、と区域のですね乱流のデータが失われてしまうこの乱流のデータはもう完全なる海面から海底までのデータが欲しいということで。 えと今、主に使っているのがこちらの VMPX というやつですねで。これはつけてくれたんですね。はい、外してはダメですか <laughs> これ、売り物ですからね。はい、でこれをえと投入してあ、ごめんなさい、VMP6000 の、こんなに大きいんですよ、VMP6000 は今、えー、これをえと沈めていくということですねこれいじいじくんですね。 でこのせっかく理論的に求めたこの,ダイ,アグラムのダイアグラムの検証するためにはボトムまでの乱流データがどうしても欲しいということでこちらですね VMPX を使っています。これは驚く中で海底に達して、えー、ぶつかっちゃいけないと言っていたセンサーを突き刺すと,、えー、と海底に突き刺します。突き刺すと いやおなしに海底までのデータが取れるということになります。その代わり、えー、っともうセンサーは差し違いモードと言ってますけど、センサーを一つぶっ壊しても乱流データが欲しいということで乱流データ、海面から海底までの完全データがこの中のコンピューターに格納されて上がってきます。はい。差し違いですね。はい。これちょっと <laughs> 苦心して作ってもらったんですか。はい残ります。 でこれを使って、えー、観測をしているところであります。オイルが出たので、えー、っとこれ、ジャムステックにある、えー、VMPX ですね。で、これを、これ今、多分日本に2台しかないんだろうと思いますけども、えーっと、世界にも2台かな、おそらく。<laughs> ですかはい、今、起こってきました。 これだいたい時速で2キロで起こっていきます、はい。で、ゆくゆくはこの先っちょのセンサーを落としてデータをえーと格納しながら上に上がってくるってことですね。もちろん上に上がると B ンにスイッチが入って探しに行くということは同じです。まあこういう形でこのマイクロスケールのあの非常に不確かな情報を明らかにすることで、まあ将来的にはですね、えー、っと。 えー、このような、えー、循環モデルにですね入れることで、まあこういうようなもの出で,できてますけど、まだまだ不確かな深層海洋循環がだん,だん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 と次第に高精度化されていくってことがこれから期待できると思います。まずマイクロスケールの異常にこれまではパラメータライズ、えっ、ー、と誰かが言ってたあのなんだっけ、なんていうだっけ、パラメータライズいい加減なパラメータライズだっけ、はい、ダメです <laughs> ということで、はい、えっ、ー、と パラメタライズを正確なものにして立脚機構に基づいたパラメタリゼーションを行ってこれを循環元に組み込んでいくことでこのような循環がだん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 高精度化していくというようなことを狙いながら研究を進めているところであります。でえっと今日はもうお話できませんでしたけどこの他にもあとインドネシア通過量このインドネシア多島海域っていうのは非常に重要でまああの 非常に深い対流を起こして大気海洋の相互作用の一つの心臓部になっているところですけれども今まであまりこの大がかりなですね乱流の観測は行われていませんでした。でここも2019年ですね二千十九年の冬と夏に分けてそれぞれ通過流の イースタンルートとウェスタンルートに沿って乱流の大掛かりな観測を行って世界初となる大き村乱流観測をインドネシア多島海域で実現することができましたこの実現にあたってはジャムステックですねそれから大会海洋圏の多大なるご協力を得ましたこの場を借りて御礼申し上げますそれからあの今日はこういうような話に隠れちゃいましたけれども えっと冒頭での松本先生からご紹介しましたけれども基礎、えっと、過程ですね例えばこれ黒瀬、えっと、の流路直進路とか蛇行路のスイッチは実はこの紀伊半島沖の小さな改ざん高周改ざんといいますけれどもこの存在によってコントロールされているとで実際この高周改ざん削っちゃって数値モデル作りますと実は直進路と蛇行、えー、路のスイッチが全く起こなくなるというようなこともあって非常に面白い研究も行いました。 でまとめですけれども話す時間があるかどうか、えー、と深層海洋循環は熱を低度から高緯度を運ぶことで地球の大和な気候の形成に十年後から果たしているとでそれを維持するのに必要とされる深海乱流強度の理論値に比べて実際の観測値が小さすぎるといういわゆるミッシング・ミクシング問題が未解決のまま残されていました。ここれれはにはは従来カウントさてていいいたた、まあ、巨匠がが言っていた活用力は深海乱流の年齢になり得るんだというとうろが実は 私は真実でないいと思っていますもうこれが分かった以上ミッシングミックス問題というのはちょっと深刻になったという話をしました。から深海乱流研究の初期段階においては乱流直接観測は海底地形の起伏に乏しい太平洋の東半分それから赤道域などに限られて深海乱流を研究対象とするアジアでの研究者の少なさも加わって西太平洋海域は乱流観測の空白域として残されてきました。 このような状況のもと伊豆大阪海林に代表される西太平洋での乱流ホットスポットの存在を数値的理論的 XEP 観測さらには乱流の直接観測を通じて初めて明らかにすることができました。でその中でも特にファーフィールド少し海山からちょっと離れたところの乱流ホットスポットに関しては延直低モードの半日周長の内部波からパラメータ共振を通じて形成された 延長、えー、高波数の近感性ルシアの周囲で背景の高波数内部波が再発することで乱離ホットスポットが形成されていることを数実験で明らかにしましたこの場合反日中長内部波の周波数が、えー、局所的な感染周波数の2倍より大きい回帰でないとこの PSI が働きませんのでこのファーフィールドミックスングには30度を盛んにして顕著な異度依存性があるってことが予測されました でこの予測を確かめるためまず深海乱流とペアで現れる近間清流視野に注目して XEP 観測を太平洋大西洋インド洋もう全世界にわたって実施することでそれから最終的にはこの XEP 観測の結果に基づいてピックアップしたキーとなる海域で乱流直接観測を行うことでこの理論的予測の有効性を確かめました。 で一方、えー、上浪原に近いところですね、このような海山の近くのところでのニアフィールドの乱流オートスポットに関しては、えー、潮流の振幅が大きくなってきて、それから高波数の海底オートチケットの相互作用によって生成される、すいません、潮流の振幅が大きくなってくると、高波数の海底トチケットの相互作用によって形成される内板が、内部、潮石化から内部、風下波に変遷していくこと。 このことから例えば強い潮流の存在が期待できる顕著な海山や海嶺の頂上付近の海底凹凸地形上では南太陽と同じように内部風下茂が発生しこれが海底から周密度約束まで届く背の高い暖履ホットスポットを形成していく可能性を示しました。これはミッシング・ミクシング問題の解決に向けた重要な知見として位置づけられると思います。えっ、ー、とこここれがあの主なあれですけれども。 えっと私が研究を始め乱流研究の研究を始めた頃には、まあ、深海乱流を研究している研究者はあの皆無だったです。でそれから、えー、っと30年がたって今や深海乱流の、まあ、研究レベルですねこれが、えー、っと一応欧米と肩を並べる程度まで、えー、なったと思います。でここまで持ってくることができたのは私の力というよりは、えーっとまあえー、いろんな面でえいろんな面で アドバイス希少なアドバイスでいただいた先輩それから同僚の先生方それから私の研究室のメンバーのご協力の賜物だったと思っていますありがとうございますでここでお名前を挙げることができませんけども代表的な方だけ研究の歴史とともにちょっとだけ振り返ってみますとまず何よりも最初の入学した時の指導教員であった梶浦先生 えっと研究の進め方それから論文の書き方今あのかなり厳しく私やってますけどもおそらくオリジンを探すと梶レ先生のかなり厳しい、えー、指導の賜物だったんではないかなとそれを今バトンタッチで私があの研究室メンバーに伝えてきたんだろうと思います、えー、改めて感謝したいと思いますそれから、えー、っと北米から帰ってきた時にですねあの この乱流の小さなスケールの乱流と実はあの大きなスケールの深層循環とのまあリンクを、まあ、情熱的に話してもらって、まあ、この研究に入るきっかけを与えてくれたような方ですあの杉野原先生それから、えー、ご紹介本編でもご紹介しましたけれども、あのー、当時ですね1990年ぐらい、えー、っと日本で唯一乱流の研究を旗印にしていた大学北海道大学理学部で 暖流観測を中心とした研究を行っていたかな成先生、まあ、かな成先生にはえまあ深海乱流という未知の分野に踏み込もうとした私をまあいろんな形で温かく励ましていただいたと思っています、えー、と東京に帰ってきてまずーえーっと戻ったえっと海洋研究所ですね当時は中野にありました海洋研究所 3年間しかいませんでしたけれどもその間に何回か観測公開をともにして観測研究の大切さを教えていただいたと思っています川辺先生それから今日もしゃべっていただきましたけど5年前にオーミックスプロジェクトを立ち上げて私の理論的それから観測的な融合した研究を強烈にサポートしてもらったそれから最後にちょっとだけ述べましたインドネシア多島海での世界初となる大掛かりな 乱流観測をあのいろんな面でサポートしてもらったまあ安田一郎先生先生というとちょっとですけどもあの安田一郎さんそれから何よりもえー、っと中止時代からあのいろんな形で演歌でしていただきましたえー、っとその後ご縁があってもう長く、えー、同じ教育研究の現場で 合称することができて一緒に仕事することができた、えー、山形先生。えー、まあ振り返るとまあいろんなシチュエーションにおいて研究者としてのものの見方行動のあり方をいろんな形で学んだような気がいたします。この場を借りでお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。それからえっ、ー、と最後にですねえっ、ー、と研究室のメンバーこれはもう。 えっと多数位で、いちいちお名前を上げるわけにはいきませんので、エンドロールで流させていただきます。<laughs> はい、でバックにある、若い時の自分の写真も楽しんでください。えっ、ー、と博士論文として、にわくん。北海道での最初の学生でした。えー、遠藤くん、長澤さん。監査官リーダーだったんですね。渡辺くん。さっきもちょっと出てきました。佐々木さん。えー、佐々木君ですね。古市くん。 山江君、田中裕樹君ですね。から、永井平君。えー、今日もお世話になりました、伊地知君。大貫君、今フランスに行っちゃいました。えっ、ー、と、ヤンさん、中国に帰りましたね。福沢さん。福沢君ですね。から、高橋さん、今ユニバースティーワシントンに行きました。えこのように、多くの。博士論文を世に、送り出すことができました。 それから、えー、と修士の学生さんとしては、えー、と同じく第1号の学生だった小川沢わら君竹内君宮和君遠藤君長澤さん藤原さん渡辺君古市君山前君今日もちょっとできました横田さん田中優樹君毛利健子さんから田中京子さん。 長井平さん平君だね金山君榎本君星野君伊地君大貫君高木君から石井君高橋杏さん福沢君小堀さん柳町君長君平野君今年出した平野君が最後の学生になりました。 この場をお借りしてこの研究室メンバーがとても素晴らしい同僚に恵まれました全力投球目いっぱい投げ込めこれが私のモットーでしたこれを実現させてくれたキャッチャーですねえっとえっとにこの5年間をサポートしてくれた吉山さん秘書の吉山さんえっとに感謝しています。ピッッチャーが投げるとフレミミングって言ってこうこっとミッドを動かして ストライクにしちゃう人もいますけど僕は投げたボールの球を全部ストライクにしてくれたような気がします本当にありがとうございました今日はもう伸びてしまってご迷惑を受けしましたけどもえっと以上が私の最終講義になります今日はご清聴ありがとうございました ありがとうございます、はい、で今日もあの有限実行で少し時間が延びてしまいましたけれども <laughs> これまでの長い間のご研究 <laughs> 非常に分かりやすく紹介していただいてありがとうございますそれで、えー、とこの後ですね今あのお話最後に出てきました吉山さんにお願いをしてこれまでの日々は長い間の、えー、ご研究お疲れ様でした すみませんあの一言言い忘れました、あのちょっと時間が延びてしまったので、申し訳ないですけれどもあの、質問は今、ップさせていただいて、もしご質問がありましたら、ぜひ、日比谷先生にお伺いいただければと思います。で、えー、この後と、えー、日比谷先生の長い間のご研究、お疲れ様でしたということと、あと、われわから追いかけるものに対しても、非常に温かい。

あうああどうもありがとうございました。 これ皆さんあすごいですね。これは v m p これはあれですね。v m p 六千ですね。はい六千ですね。もうプロになると形見ただけでだから。昨日になります。ありがとうございます。